太田のお宝を探して発見隊がやってきたのは新井宿地区。住宅街を歩いているとたくさんの木々に囲まれた特徴的なデザインの建物を発見。何の建物でしょう？早速中に入ってみると、目の前に現れたのは大きな絵画。すごい迫力ですね。ということで今回の太田のお宝は龍子記念館。大正から昭和にかけて活躍した日本画家川端龍子が自身の代表作を展示公開するため、辰の落とし子の形をイメージし龍子自らがデザインしたもの。館内では記念館が所蔵する大正初期から戦後にかけての龍子の作品を見ることができます。和歌山県出身の龍子は明治28年に上京。画家を志し新聞社で働きながら挿絵画家として活躍します。大正2年には洋画を学ぶため渡米しますが、帰国後は日本画に転向。数々の美術展に入選を果たします。大正9年新井宿にアトリエと新居を構えた龍子は昭和4年に自身の美術団体青龍社を発足。昭和41年に亡くなるまでこの地で精力的に創作活動に取り組みました。記念館では現在絵画への意思と題した名作展を開催中。新しく収蔵作品として加わった絵画をはじめ26点の作品が展示されています。今回は富士山を描いた作品2点を並べております。片方が龍子がまだ70代だった頃の作品で旗たくという、あともう1点は伊豆の覇王樹という作品が出ておりまして、これは亡くなる半年ほど前に描いた富士の絵になっております。その2点をぜひ見比べていただいて、龍子が絵に込めた意思読み取っていただければと。今回、壁面をですね、大きくいっぱいに使いまして、28メートルもあるですね、絵巻物の作品が出ております。非常に面白い龍子さんの思いが込められた、作品になっております。龍子作品の一番、面白い部分としては、非常に単純明快で、誰にでも分かりやすい、イメージが描かれているという点です。作品を見てわーっと驚いてもらおうなんていうですね、そういったエンターテイナーとしての川端龍子の一面がですね、どの作品にも込められております。そんな龍子の大作の数々を目の前でじっくりと鑑賞できるこの龍子記念館にはもう一つの見どころが。それがこちら、記念館のすぐ隣にある龍子公園です。園内には龍子自身が設計したアトリエと旧宅がそのまま保存されており、庭園の四季折々の景色とともに龍子の暮らしぶりを伺い知ることができます。今年は龍子が亡くなってからちょうど50年目となります。記念館ではその節目の年を記念して11月3日から特別展を開催予定。およそ70点の作品とともに龍子の生き様を振り返ります。大画面に力強い筆致で人々を圧倒した大田区ゆかりの日本画家川端龍子。その名作の数々を一堂に集め、作品の魅力を人々に伝えている龍子記念館。これぞ太田のお宝です。